株式会社 AI によるデモ音声です。写真拡大。阪神中野拓夢内野手25が23日来季の目標に50盗塁の大台を掲げた。株式会社 AI が提供するデモ音声です。今季30盗塁でルーキーながら盗塁王に輝いた虎の新井打点。株式会社 AI によるデモ音声です。進化を続けるその足で世界を席巻する。これはデモ音声です。橋の頂点に立った男はさらなる高みを目指す。これはデモ音声です。2年連続の体感は当然。株式会社 AI が提供するデモ音声です。中野が大きな目標をぶち上げた。これはデモ音声です。来年は企画数を増やしながら50盗塁を目標に。これはデモ音声です。一気に上げていきたいと思います。ルーキーながら30盗塁をマークしタイトルに輝いた。これはデモ音声です。成功率は驚異の938、32期と30成功。株式会社 AI によるデモ音声です。ただ来年は成功率よりも挑戦に重きを置く。株式会社 AI によるデモ音声です。目標の盗塁基礎数を60に設定し、狙うはプロ野球史上81人目となる50盗塁の快挙だ。これはデモ音声です。アマチュア時代は走るタイプではなかった。株式会社 AI が提供するデモ音声です。阪神入り後、筒井一軍外野守備走塁コーチに帰塁のうまさを注目され、リード幅を80センチ広げたことでその才能が開花。これはデモ音声です。自信を持って走れるようになったと振り返った。株式会社 AI が提供するデモ音声です。これからは相手バッテリーの警戒も増す。デモ音声です。スライディングの強さを練習から求めていきたい。株式会社 AI によるデモ音声です。来年は警戒されている中で一つでも多く走れるようにやっていきたい。株式会社 AI によるデモ音声です。まだまだその足は止まらない。デモ音声です。世界の盗塁王として来季も塁間を疾走する。はデモ音声です。原田亮太。